どうも、本能の小物釣り師です。本日は埼玉県内の管理釣り場、平松ヘラブナセンターに来ました。ここに来るのは2回目で、最初に来たのは去年の暮れで、その時釣れたのがわずか2匹だったので、その動画はボツにしました。今回は、気持ちよく釣って、いい動画にできるといいな、なんて思っているところです。さて、釣れるでしょうか？さて、釣り方ですが、竿は発尺、棚は段底、餌は、バラケがサナギパワーに革新を混ぜたものです。食わせは激グルニンニクにサナギ粉を混ぜたものです。ただし後日思ったのですが、サナギパワーと革新の相性はあんまり良くないのかなと思いました。なんか綺麗にばらけなくなるというか、暖流化して革新の粘りとともに落ちちゃうような感じで、なんかばらけ方が綺麗じゃないです。まあこれだったらいっそのことサナギパワー単品の方が、マシだったんだなと、この動画を編集している時点で考えています。釣り方を変えました。最後の手段、ドボンです。そこに餌を置いて放置しておけば、いずれ確率の問題で1匹ぐらい食うんじゃないかなと、そういう読みですが、どうでしょうか。